マルファスか。ちょいと面倒だな。あっちのやつは見たことねえな。あんなの魔界にいたっけ、どうだっけ。何としても魔剣スパーダを探し出すのだ。貴様ならありかがわかるはず。あの方は捨ておけと言えば、私には何とも気がかりでならないのだ。まだスパーダの血族が生き残っている以上、万が一がないとも限らんからな。いいか、わかったな。見つけ出し、そして破壊するのだ。それでこそ、あの方の支配は盤石なものとなるだろう。なるほど、正体は読めた。安心しろ、手加減してやる。だが、まだ生き残りがいたか。今日で絶滅だろ。やってたぞ、バレキがあるぜ。あの力を利用して、一撃。しびれてみる。負けんスパーダが手に入るのだな。
まだどうにかなるかもしれん。おい、ブイ、よく考えろって。あんなもん手に入れてどうすんだ。スパーダを扱えるのは力と心を兼ね備えたものだけだぜ。力を失ったお前にはあれを使うのは無理ってもんだ。確かにそうだ。だがネロなら、あるいは、行くぞ。スパーダに近づけば俺にもアリカくらいは分かるはずだ。